セリです。ユナです。ユズハです。ピンク、ラテ、ティー、ビー、始まるよ。イエーイ。今日の企画は抜き打ち小中学生レベルの漢字テストです。イエーイ。漢字は苦手なんでちょっとやばいです。同じく。苦手です。ね、国語の時間にさ、最初の10分間ぐらいですか、小テストやるじゃん。はい、ちょっとなくしてくるかな思っちゃうくらい漢字が本当に苦手です。では早速ね、誰がちょっとおバカちゃんなのか意外にも頭がいっぱい出てくるかもしれないですけど、で皆さんもお楽しみに見ていただければと思います。それではどうぞ。じゃあ行きます。よーい、スタート。ちょっと待ります。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと手が震えてますよ。習ってない感じわかるのかな、ゆなちゃん。まあ全然わかんないんですけど、こんなんさ、習ってないよね見覚えはあるけど。何これ、ゆなに答えついてるとかないですか。ないないですよ。あったらもう私もこんなだよあと1分待って、残り30秒。絶対見たことあるんですよ、この人。5、4、3、2、1、終了。わからない。回収します。はい、じゃあ採点終わったので、はい、結果発表します。はい、何かわからないですけど、はい、何から発表しよう。最下位からですか。最下位から。ちょっと待ってくださいあの皆さんに言いたいんですけど、あのもし分かんない問題とかがあって負けちゃったりとかしても、このぐらい普通だわみたいな言わないでください実際やってみたら分かるから、本当に全然分かんないから。本当に抜き打ちだと全然分かりませんよ、ね、そうなの。だから勉強したらいけるから、本当に。じゃあちょっと勉強しないもんねやっぱ勉強したまだテスト期間でもいいし、やっぱそういう言い訳は聞いてほしいなって思いますということで、どうぞ一番低い点数の人から、はい、一番低い点数の人が50点。5問、半分あって去年から50点の人がセリちょっと待って、勝ったすごい。いや待って、私ゆずらちゃんに負けたかもしれん。いや待って、全然私答えられないと思います。点数が60点。おー、60点の人がユナ。ほら、すごいよ。嘘かと思った。違う、うちらがちょっと甘すぎるだけかもしれないんだけど。すごい。スーパー5年生。スーパー5年生だった。すごい。びっくりした。しかも点数がなんと100点。待って。僕はなんとか言ってたのに、すごい。やばい、うちらバカすぎんか。すごい、ガチじゃん。疑心暗鬼分かるってすごい。ちょっと注意してて、くそかいや待って。でも全く分かりませんでした。だよね、だよね。ちょっと待って、字綺麗だな字綺麗だなって。すごい、すごい、やばすぎ。やば。豆腐ってこれなの。知らんかったちょっと待って。いや、ほんまにすごい。100とかの漢字テストって100点って。てぐドッキリでした。やっぱり。はい。ドッキリでした。言ったよね。なんだ。はい。手震えてます。すごい。あ、ドッキリとかの手震えてた。なんか普通に緊張して震えてました。緊張して。これなぞった？なぞりました。あ、そういうこと。はい、なるほど。こうやって見たら分かったかもしれない。すごい。全然分かる。そういうことか。じゃないと確かに中学生の問題出せないよね。だってうちらがさ、だって小学生の問題で100点満点取ったらドッキリになるのか。ちょっと考えると、じゃあ分かった。なんかさ、恨みられた。でもすごい突っ込みたいこともすごいこっちあって、あの運動会が延期になったっていう問題なんですけど、これは延長の縁じゃないですか。遠くなるのに木なんですよちょっとあの字はすごい綺麗なんだけど書いてることが面白すぎて
すごいよね。今年の抱負っていう目標の感じで、なんか分かんなかったんだよねみたいな話をしたら、すごいドヤ顔で、豊かの湯に富士山の湯ですよとか言ってた。本当多分豊かに富士山。違うんです。あのちゃんと問題読んでなかった。あの抱負だけ見てたから言い訳させてください。違うんですそれは。誤解ですそれは。熱い。意外な一面も見れましたしね。なんかスーパー5年生過去狩りみたいな感じですけど、っていってもうちら60点って言ったんだけどね、もうちょっと取れるかなと思ったんですけど無理でした。でも、書いてなかったら1問ぐらいしか合ってなかったと思います。それが普通だよ。だって習ってないんだもん。思ったもん、見た瞬間、あらこれ中学生に習ったよねって。すごいよ。ということで、まんまとね、引っ掛けられましたね。全然分からなかったね。何100点取れるんだろうって。なんか全然分からなかったみたいな、いつも ね100点みたいな。しかもなんか全然迷わず書いたかな。うちら消したりとかすごい書き直したりとかしてるのにさ。すごかったですね。ということで、皆さんも騙されましたね。ね、だってすごい5年生来たみたいな思って。私も見ました。ドッキリでした。もう初ドッキリ。ドッキリでした。すごい見事に騙されましたね。騙されましたね。ということで、うちら2人はね、もうちょっと勉強しようかなと。抜き打ちなんで。抜き打ちなんで。うちらテスト勉強してたら100点だよね。ちゃんとで。ということで、勉強頑張ります。ということでね、もしこの動画が動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン。よろしくお願いします。バイバイ。